皆さん、現代の病気と言っていいほど今肩こり、腰痛、首こりっていうのは流行っております。そこで今日はそれをどうやったらいかに改善できるかっていう話をしていきます。やり方では簡単です。ですが、普通皆さんは肩を凝ったらどうするでしょうか。まず肩を凝ったら、肩凝ったら肩揉んでくれよって言ってすぐに誰か揉んでくれるでしょうか。いや、そういう優しい人は近くにいないはずです。それで、そうするとどうするかというと、みんな自分で肩、肩凝ったって言ってこうしますよね。これです。ポイントは肩凝ったのこのポイントが問題なんですね。肩こりって基本的に前かがみになってこう固まっていくのが肩こりの原因なので、こうやると余計前に行って肩こりがひどくなります。それをいかに改善するかっていうのがポイントになるんで、それを今日は説明していきます。それでは、アナゴくん、またパソコンしてるのかい？そうなんだよ、フグダくん。君、肩ガチガチじゃないのか？そうなんだよ、僕の肩もね、ガチガチでね。ってガチガチの肩を揉みほぐしてあげよう。そんな方法があるのかい？あるんだよ、けど僕はしないよ、自分でやってね。自分で一人でできるの？一人でできるんだよな、これが。まず左の手を肩に当てるんだ。後悔。そして軽くグッと押して、軽く押して、押して、そこから前にグッと引くんだ。前へ引く、引く。そしてもう一度グッと押し込むんだ。押し込んで、からの、からの後ろにもう一度押すんだ。後ろに押す。そして首を前後に動かしてみると、首を前後、あ、電話だ。